ショットガン別にね、追加してくれなくても強いやつあるからな、すでに。いや、今、セミオートとポンプでしょ？うん。フルオートで次。フルオート？フルではないな。連射力高い系のショットガンだ。え、ケツか。ドミネーション。マグナム&ストナー。マグナム&ストナー、そうですね。例えば FFAR ショットガンとかね。ちょ、何言ってんすかね。いつかでしょってストナー強最強です。取れるよ。いや、アイアンでも全然強いよ。本当に？いや、アイアンだからこそ強いのかもしれない。そんなことはね。ちょっとリロードは下がるけど。あとはビーポを守りゃいいんだよ。そう、ここはビーポ守れば。そうそう。FFAR ショットガン知らんの？知らん。キャンペーン兄貴のコット最新バージョンじゃないんじゃない？ストーナーちゃんで前見てるのハイライト。何この敵、二丁銃でめっちゃとつってくるやん。基本的に同じ場所でとどまっていられない人だから、遠くから敵眺めてるとか無理なんだよね。ちょっとしたらね。おい、青くまたおる。やべえ。あんたもダークマターのがもう普通にいる感じか。過去の作品で迷彩解除を頑張ったあなたは何か感銘を受けるものがある。いや、ようやるなと思った。やりなさい。俺はやったら美容師だけ。やりなさいよ。やだよ。面白くない。面白くないのかよ。いや、まあ面白くはないわな。何これ、敵抜けてんのこれ。え、抜けてる？いるしょ。2人ぐらい3かけてよ。あ、マジ。やっぱストナーに恐れをののいたか。ブフの最新作が楽しみなの。キャンペーン兄貴もブフでタラコット即ゲオに売りに行くもんね。ファマスちゃんもちろんさ、トレートが高いくせに威力が強すぎるのだよ。まあ俺ダウンロード版だから売れないけど。 BF ね、予定通りに行けば今年の冬発売だけどね。結構後だね。延期すると思ってるよ俺は。全然最近の大型ゲームってもう延期ありきだよね、どんどん。お、ディスク変えよ。延期ありきか、あとアップデートで完成させるありき。それサイバーパンクだよ。サイバーパンク。いや、俺ディスク買っても入れ口ないんだよ。俺ディスク買っても入れる場所がない。入れる場所がない。デジタルエディション。そうですよ。PSP-GO がね、ハードになりました。PSP-GO 流行らんかったよね。いやー、ちょっと早すぎたね。俺持ってたけど。新作でかないからディスクなのじゃ。俺本当にだってね、最後ディスクで買ったゲーム、レインボーシックスだよ。マジかよ。マジで。いや、待って、俺もそうなんだけど。おい。だってもう買いに行くのめんどくさくてダウンロード版でいいやみたいな感じやっぱ楽だしね。楽。お家の横に行があるぐらいじゃないとね。あ、まあそれだったら行くかもしんない。それだったら別にね、ちょっと暇つぶしに行行こうかってなるかもしんない。キャンペーン並木のプレステ5不要品でディスクドライブガムで必須で開かないですもんね。違います、使用でないんです。
違う。AK-U ね、そのカスタムすごいな。そのサイトはむしろストナーにつけるぐらいのサイトだよ。3倍だよな、これ。おぉ。嫌がらせじゃなくて？いやいやいや、れっきとしたね。だってなんかさ、言っちゃ悪いけどさ、プレステ5のディスクありば、なんか左右非対称で、なんか気持ち悪いな。ああ、そういう。今形がどうであれ俺はデジタル版買ってただろうけどね、やっぱりね、うん、いいフォルムは左右対称なんだよ。どんなもの綺麗だよな、うん、プレステのコントローラーでだってね、スティック左右対称でついてるじゃない。そうだけど、ぶっちゃけ俺は非対称でいいんだけど、 Xbox みたいな。でも俺もそっちの方が好きただね、そうするんだったら背面ボタンがやって無理。ああ、もう左右対称を否定し始めてんだ、さすがに。いや、さっきプレステの方はモンハン持ちやりやすいから、まだ後ろのパッドな、パッドじゃねえ、ボタンなくてもいいんだけど。はいはい。Xbox 配置になると後ろのボタンないと嫌だな。わかるよ。あ、やべ、間違った、ミサイル呼んじゃった。こんなとこで呼んだら死んじゃうよ。ディスクだからコールドウォーのオペレーター使えないのじゃ。え、使える？え、なんかそんなのあったっけ？あったっけ？それ得点の話かな。オペレーターとか俺特にこだわりないからね、人の形してれば何でもいいから分かんないです。人の形してるわ。あ、俺ヘリガンドにしてんの忘れてた。よっしゃー。あ、ボードンです。え、ヘリガンドで行くぜ。俺実はね、ウォーゾーン1回もやったことないんです。え、ちょっと敵いねって。今年はお年玉でどれくらい飛んでいきました？お年玉。ちょっと待って、俺今ヘリガンだ。ひょー、どれが敵だよ、これか、違う、あれか。あー、ブレるな。OK。 何気にヘリガンダー初めて使ってたかもしんない。とりあえずストナーはアイアンでも最強ということが証明されたね。本当だよ。やっぱそのさ、アイアンで見やすい武器とかそういうのあるじゃん。まああるね。どっちかといえばストナーは見やすい部類だと思ってるんだけど。ストナーのアイアンわかんねえわ。なお、遠距離だと怪しい。遠距離がどっから遠距離かにもよるけどね。あれ、これ1万スコアいったんじゃね。マジで？すごいな。分かったかね、ストナーの強さを。それはね、もともと知ってた。あ、まだ言ってなかった。よいしょっと。まあ、キャンペーンはミキハボットついてるから変わらんよね。何を言ってんのかね。めっちゃショットす
ソナー強え。あ、足音これ。わかんな。近い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 。え、あそこにいたよね。あ、あれ死んでる。おっ、待って、スナイパーにやられる。やられない、やられた、やられない。おっしゃ。ミッションパラメータはグリーンアクロスボール。これがストーナー。ああ、こんなアイアンだけど。ああ、まあ悪くはないね。キルカメでこのね、アイアンサイト初めて見たわ。そう？絶対サイト載ってるもん。嘘だ。原点にして頂点だぞ。何言ってやがるの。は2倍が最強なの。倍率は甘えだ。